こことかは無理なんですよ。さあ、続きましては未来の映像ライフ、映像を楽しむ新たなライフスタイルと題しまして、ゲストを迎えてのトークショーを行いたいと思います。こちらの進行も私マサイマヤが務めさせていただきます。本日は映像エンタメ界に深く関わっていらっしゃいます素敵なゲストをお迎えしております。早速お呼びしたいと思います。テレビでの活躍はもちろん、ご自身で映画の監督も務めるなど映像作品への造詣が深いキャインの天野博之さんです。そして著書映画部作りました、千秋いちごの映画感想ノートの執筆など、実は映画ファンとしても知られている人気タレントの千秋さんです。そしてもう一方、放送や配信といった枠を超えて映像メディア事情に詳しいメディアコンサルタントの酒井治さんです。この3名のゲストを迎えましてトークショーを行いたいと思います。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お忙しい中お集まりくださってありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。こんなに人がいるんです。超びっくり。そうですね。注目度の高さが、素晴らしいですね。わかりますけれども、はい、ここから皆様に、まあ、映像ライフというところでお話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、まずは一言ずつ、はい、自己紹介、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、兼ねてご挨拶、天野さんからお願いいたします。いやキャイン、どうもキャインの天野地です。よろしくお願いします。丁寧な自己紹介ありがとうございます。そして千秋さんです。皆さんこんにちは、千秋です。プよろしくお願いします。ありがとうございます。プレッシャーかかるんで普通に行かせていただきます、はい、普通で問題ないです、メディアコンサルタントの酒井と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、こういったエンタメ界、そして、ね、映像界にお詳しいお三方にお話を伺ってまいりますけれども、まずは、まあ、かなり広く映像ライフということで、はい、皆様どんな風に 日頃、まあ、映画ですとか映像作品楽しんでらっしゃるのか教えていただけますか。天野さんどうでしょう。僕はもう映画館も行きますし、まあ、もちろんレンタルもしますし、もうで映画の本数でいうと、まあ、仕事もそういった仕事をしてますんで、監督ももう3本、監督はねずいぶん前の話ですよ。知らなかった、何の反応もないんで本当に皆さん知らないんだなと思ってね検索していただけ、ね、あ、だって夕張で賞も取ったんですよ。あ、そうだそうだ、そっからもう随分経ちましたけども。天野さん作品ってレンタルショップにあったりするとあるんですよ。嬉しいですよね。あとね、昔のねキャインのデビュー当時のね、怒涛の笹口組っていうね、キャインが主演の、まだギャラが未払いなんでよろしくお願いしますただ働きまあ、いろんな作品に楽しんでますね、家で。そうですね、はい、千秋さんはいかがですか。はい、私映画部っていうね、はい、私は子育ての一つとして娘と映画部、映画クラブ略して映画部って2人で作って、はい、で私が見せたい名画とかを映画部っていうクラブにかこつけてどんどん娘に見せて感想を書いていくっていうクラブ活動を親子でやってます。それもすごく素敵。私も子供がいるんですけど、はい、こうなんか親子の関係で勉強しなさい何しなさいとかってなりがちなのが、一緒に作品を楽しむとまた違った関係になりそうですね。感想もね違うし、ほっとくと今流行り の、 そのクラスの友達に聞いたやつばっかしになっちゃうので、うん、昔 の、 そのローマの休日とかそういう若草物語を見せたい、なんかお母さんはいつも子供のことを考えてるんだよみたいな、はい、そういう作品になる。そうなっちゃうと嫌がるので気分を乗せて映画部作ろうよ2人でで見せて、でそれをもう一行でもいいから感想を書くっていう、でそれをこの間たまったので本にはしたんですけど、あとはデビュー直後のそんなに仕事がない時は年間100本見るって決めて、ちゃんとずっとレンタルとかしていっぱい見てました。そうなんですね、はい、まあ、そういったこう記録に残していくっていうのがね、また一つの素敵な思い出に、はい、そうしないと忘れちゃう、私忘れちゃってまた同じの借りてきちゃったりするよくあるのよ、はい、はい、さあ酒井さんは、まあ、お仕事の部分も多いと思うんですけど、関わりとして。そうですね、僕もでも、まあ、基本的に映画好きなので映画館に毎週ぐらいは行ってるんですけど、はい、最近は
Hulu とそれから DTV と、うん、それから今月から始まったんですけど、うん、Netflix っていうアメリカから来た配信の事業者がいて、うん、もうかなりどっぷり配信にハマってます。忙しいですね。そうですね、もうそれを見るのに忙しくてしょうがないって感じですね、うん、本当今年はその映像配信元年と言われるぐらい様々なね、そういったあの取り組みが登場していますけれども、はい、まあ、今日のこのゲオとエイベックスがタッグを組んでのゲオチャンネル、うん、これは酒井さんプロの目から見てどんなインパクトがありますか？レンタルとそれから配信を合わせたスタイルっていうのは、うん、まあ、今までなかったといいますか、まあ、ツアーにも一応あるんですけど、そういう発表だったのに非常に驚きましたですね、うん、はい、そうですね、このハイブリッド の、まあ、そのリアルな店舗もあり、うん、そして品揃えの宅配もあり、はい、まあ、さらに VOD もあるというね、うん、本当に全方位型だと思うんですけど、今回のこの取り組みを天野さんどんな感想を持たれますか？いや、すごいですよね。だって、まあ、店舗行って、まあ、借りる手間がいらないわけですからね、ネットでね、うん、はい、でかといってパッケージとかもいろいろ見たいみたいなところもあったりとかすると、店舗行ってこうやってねちょっと見ながらみたいな、うん、両方とも選択できるのはいいですよね。そうですよね、はい、先ほどのアダルト作品もあるというねお知らせ。それはそうなんですか？本当に見るんですか？それはだって店舗で借りるとちょっと奥の方に行かなきゃいけなくなりますから。新婚なのに見るんですか？いや、一応は確認しとかないとね。何の確認？今のなんか世相みたいな。なるほどね、勉強も兼ねて、そうなんですね。チャキさんはどうですか、このゲオとエイベックスがタッグを組んだという。いや、なんかもうビッグネームが合体してすごいことやるんだろうなっていうのは分かりましたけど、先ほど説明もちょっと聞いてみたら、なんか同じものをもう何回も見れるとか、そしたらもう買わなくていいじゃんと思って。あ、そうですね、今までそやっぱ買えば買うほど家が狭くなるみたいなものもあったので、ものがね、だから借りてたけど、でも一回あれまた見たいってなったらもう一回借りに行かなきゃいけないとかあったけど、それを別に無制限で何回でも見れるし、子供とかやっぱ同じ好きな映画何回も見ますね。もう10回20回見るので、それがもうまるでその都度借りてたらお金もね、お金も大変だし、なんだろう、もう自分の本や本棚映画棚みたいな感じになるでしょ。もう店がやってくれてるってこと。あと連続ドラマなんかだと、まあ続けて見たくなるじゃないですか、だんだんね。今までだと店舗に行ったり郵送で 2,3 日待って続き見なきゃいけなかったのが、そうですね、 2,3 個見て3日待ってまた見てみたいな、一気見できるんです。一気見できるんですよね、これは24とかたまったもんじゃないですね。ゴシップガール全部見よう。ゴシップガール、そうですよね。なんか借りに行くと、まあ、5巻ぐらいでいいかなと思っても乗ってくるとね、見たくなっちゃったりありますよね。そう、急に今見たい、ちょっと間がちょっとまた忘れちゃったりとか。そう、それでね、同じペースで借りてる人がいて、あれまたこの人のこれかぶっちゃうなんだろうなみたいなね。いつ帰ってくるかなっていうね、